どうも、はい、ちーです。今回はですね、立ちながら勉強する。まあ、自分、立ち弁って呼んでるんですけど、立ち弁について少し話していこうと思います。と、始めてみたんですが、まず、立ちながら勉強すんの?っていう風に感じる方も多いと思うんですね。で、実は海外とかだと、割とメジャーというか結構ね、有名になりつつある。学校とかでも、ほんと学校の授業立ちながら授業を受けたりとか、するところもあるらしいんですよ。日本はまだまだなんですけど、で、日本でも少し話題になっていて、なんかテレビで特集組まれてね、やってたりとか見たことあるんですけど、まあそういうのもあって、で、どうなんですかっていう質問もいただいてたんでね、ちょっと話していきます。で、まず、個人的には、自分、まあ立ち弁なんて意識したことはなかったんですけど、立ちながら勉強するっていうのを自分が現役時代普通にやってたのと、で、今考えても、立ち弁はいいよねって推している人間です。ただ、間違っちゃいけないのは、今座ってみんな勉強するじゃないですか。それを全部立ち弁、立って勉強に切り替えてねっていう話ではないんですよ。どういうことかっていうと、座りながら勉強する、今みんながやってるね、座りながら勉強するっていうやり方と、立ち弁、立って勉強するっていうやり方を、両方うまく組み合わせてやっていってくださいっていうのが自分のやり方です。で、どういうことかっていうとね、長時間、同じ姿勢。まあ、例えば座ったまんまでとか、立ったまんまはね、ちょっと弊害があるんだけど、例えば座ったまんまでやってると、まあ、みんな勉強時間が長くなればなるほど、集中力がさ、だんだん集中切れてきたな、みたいになったりとか、眠くなったりとかしてくるじゃないですか。で、やっぱり体動かさないんで、こう、良くないんだよね。血行が悪くなるとかいろいろ書かれたりしますけど、で、あんまいいことがないと。だから、気分転換ではないんですけど、そのリズムとか気分を変えるために勉強を変えるっていうのが非常に有効だと思ってます。で、個人的にね、自分自身が集中力が本当にないんですよ。なかったし、今もないのね。それ自覚してるの。で、でも集中力がないことを嘆いてもしょうがないから、じゃあ集中が切れてきた時にどう切り替えるかっていうところをちゃんと把握して、それをうまく使いこなせばいいんだっていうふうに今も考えてます。で、そのためにやってる方法が、例えば今の勉強のやり方、座って勉強すると立って勉強するっていう選択肢を持つこと、あとは勉強場所とかもそう。自分の家の部屋とか、リビングとか、あとは近所の図書館とか、本当はあんまやっちゃいけないけど、マック行ったりファミレスで勉強するみたいな、そういう選択肢を持って、で、例えば家で、部屋で勉強するじゃないですか。で、今日なんか集中できねえなってなったら、リビング行ってみると。で、リビングダメか。図書館行くか、図書館行ってみるみたいな。で、場所を変えたりとか、部屋でやってる時も夜さ、外行けないから、だから、部屋でやってる時は、座っててね、あ、眠くなってきたな、ちょっと立ってやるか、みたいな。感じで、そう、リズムを、まあ、リズムを変える。集中をね、切らさないとか、いい感じで集中をもう一回入れ直すために、そういう風に使ってます。で、立ち弁に関しては、よくね、スタンディングデスクって言って、立ったままこう作業ができる。勉強とか仕事ができる。机があるんですよ。このぐらいの高さ。だからこうやって置いて、こうやって勉強ができるやつがあるんですけど、それを買う必要はないと思ってます。もちろん買ってもらっても構わないんですが、なぜなら別に机がなくたって勉強できる。構わない。パソコン打つわけじゃないから。パソコンをさ、こう持って打つのはきついんだけど。で、今これね、ネクステっていうね、まあ、高校生がよく使う英語の、参考書持ってるんですけど、こういう風に物を覚える。熟語を覚えたり単語を覚えるんだったら全然こうやってできるじゃないですか。自分さっきこうやってね、壁に寄っかかってこうやって普通にやってたし、立ちながらやってたりとか、あとは部屋をこう歩き回りながら、そう、歩きながらやるのも結構いいんですよね。個人的にはすごくいいと思ってて、こうやって単語を覚えてやってチェックしてみたいな。紙に書くっていう作業がないから、それも全然できるんですよ。これも立ち弁だと思ってるし。で、もし、それでもね、立ちながら数学のね、書く問題解きてえな、みたいな、なった時には、自分やってたけど、あんまおすすめしないけど、段ボールあるじゃないですか。なんか荷物が入ってる段ボール。あれを積んでね、3つぐらいかな。積んで、ちょっと硬いものをこう、敷いて、そこでやったりはしてた。うん、あったけど、でもね、ゆらゆらするからあんまね、良くない。でも、座って、で、勉強ができないんだったら、ちょっとグラグラするけど、立って、数学の問題解くとか、まあ、物理やったりとか、そういうのもやってたので、全然やり方によっては、立ち弁、そのスタンディングデスク使ってしっかり環境を整えて、なんてやらなくても、することはできる。多分誰でもできるから。そう。なので、まあ、立ち弁が絶対やんなきゃダメだよとは思ってないです。座って勉強することが一番自分にとってベストであればそれでいいんですけど、でも選択肢を持っておくっていうのは一つの武器になると思ってるので、ぜひね、やったことないっていう方は最初で慣れないよ。最初ね、違和感しかないと思うんだけど、ちょっと続けてもらって、座ってやってる時に、あんかちょっと頭ポートすんな、眠くなってきたなってな、じゃあちょっと立ってやってみっかってあいつ言ってたしな、みたいな。で、やってもらって、少しね、単語ね、5個でも10個でもいいんだけど、覚えてみると。うん、で、やって、まあ、もしね、あ、ちょっ
っといいかもしんない気分転換にはってなったら気分転換したらもう一回座ってに戻ってもらっても構わないので、まあ、そんな感じでうまくね、勉強に活かしてもらえたらと思います。